有限会社常陽商事代表取締役前島宏でございます。関東名古屋を中心に、全国どこにでも行くんですけど、いろんな商材運べるものは何でも、運んでいくと、冷凍も、チルド品も一般雑貨も、運んでいます。人を大事にする人ですね。人を大事にできないと結局お客さんも大事にできないですし、仲間ともうまくできないと思いますので、人を大事にする人がより多く集まれば必ずいい会社ができると思います。社員を増やしたいんですね。なので、近い目標で100台で、営業所も、全国制覇とまだまだ遠いですけど、どんどん増やしていって、企業拡大を目指しています。一人でも多い仲間をお待ちしてます。有限会社常陽商事、本部長させていただきます、鈴木です、雰囲気のいい会社っていう、やっぱりこうコミュニケーションしっかり取れてる会社っていう、カテゴリーなのかなっていうところで、まず僕から率先してやっていこうかなと思います。当社の強みとしては、面白みとしては、日本全国に配送するという、そういった点があるので、ご当地巡りじゃないですけれど、そういったご当地の美味しいものだったりとか、雰囲気だったりとかっていうのを、仕事をしながら楽しめるっていうところですね、いうのが一番楽しかったかなと僕の、経験上では思います。未経験でも、経験者でも、うち当社有限会社常陽商事は、等しくチャンスはあると思ってます。稼ぎたいやつ集まれ。常陽商事、廃車マンをやっております、並木健二です。出庫時に、1日の目標ですよね、本人から、発言させてポイント1個でもいいんでっていうところで、今日1日何に気をつけますかというところから始めています。自分もまだその 100% できるわけではないので、自分も勉強しながら、やってます。この運送業界が置かれている、労働基準という部分ですね、そこにやっぱり力入れてて、やっぱりその環境、ドライバーの環境を作っていく、働きやすい環境を作っていくっていうところに力入れてるところですね。常陽商事ドライバーの吉田です。おととしの12月の、13日に入社しました。横乗りといって、先輩ドライバーに、一応運転の技術を見てもらって、ルート配送を4日間安心できるレベルになれば、ドライバーが一人で、運転してドキドキもんでしたけども、頑張って、終えることができました。皆さん、ドライバー経験のある人もない人も、常陽商事に、応募してみてください。ドライバーの対馬です。お願いします。率直に言っちゃえば、やっぱでかい車に乗れてる、これが一番でかいと思います。そうですね、最初やっぱり2トンで、その後大型取ってから4トンで、今7トンまで乗れて、で、いずれはちょっともで、どんどんステップアップしていって、で、今そうですね、今日はちょうど7トン乗って、結構でかいのを、やっぱ最初は全然怖いですけど、乗り慣れてくると、やっぱこんなでかいの自分で運転してるんだって思って、結構楽しいです。多分結構トラックって、やっぱり最初怖かったりすると思うんですけど、実際そうなんですけど、1週間2週間で乗ってくると、どんどんなんか自分の体に馴染むというか、楽しくなってくるんで、ぜひ若い子とか、ご年配の方の、ベテランの方でもどんどん来てほしいですね。未経験の皆さん、常陽商事で働いてみませんか？ドライバー求人サイトの